紫の覆面は、1916年製作、公開、ユニバーサルフィルムマニファクチャリングカンパニー製作、配給による、アメリカ合衆国のサイレント映画、シリアルフィルムである。グレース・キュナードとフランシス・フォードのコンビによるシリアルの、最終作である。ユニバーサルフィルムマニファクチャリングカンパニー発のシリアル、国、宝、日本でも公開されて、大反響を呼んだ、名金。 獣魂について同社が制作した、グレース・キュナードとフランシス・フォードの脚本と監督のコンビによる主演作であり、同コンビによるシリアルの最終作である。本作には、フォードの実弟ジョン・フォードが、前3作のシリアルから引き続き、当時の芸名ジャック・フォードの名で出演しており、フォードの子息フィリップ・フォードも役を得て出演している。本作は、アメリカ合衆国では、 1916年12月31日から順次封切られた。日本では翌1917年、まだアメリカ本国で同作の後半が封切られている最中の3月10日に浅草公園6区の帝国館で公開されている。配給は1915年7月に東京市京橋区南天馬町3丁目14番地に設立された。 ハリマユニバーサル紹介が行った。現在、本作の原版は散逸しているが、カナダのドーソンシティが第11話と第14話の1から2巻をそれぞれ復元し、同紙のアーカイブが所蔵しており、1979年に第14話、1983年に第11話のデュープネガと上映用プリントが作成され、アメリカ議会図書館にも収蔵された。 各話のサブタイトルの一覧である。公開日のわかるものは伏した。ザ・バニッシュ・ドジュエルズ・サスペクテッド・ザ・キャプチャー、フェイシングです。ザ・デーモン・オブ・ザ・スカイ・ザ・サイレント・フュード・ザ・レース・フォー、フリーダム・ザ・シークレット・アドベンチャー、エーストレンジ、ディスカバリー・ハウス・オブ・ミステリー・ザ・ガーデン・オブ・サプライズ・ザ・ボルト・オブ・ミステリー・ザ・リープ・ザ・スカイ・モンスターズ、フローティング・シグナル、エイ・プリズナー・オブ・ラブ。 ありがとうございます。